ヤワタ立八幡ヤワタ4小学校は、京都府ヤワタ男山松里にあった公立小学校。1970年代の人口増加に伴い、ヤワタ立八幡ヤワタ2小学校から分離、新設された。地域では4小と親しまれ、児童数は1985年に最大の1849人に達した。しかし、近年の少子高齢化の影響により、 2010年に八幡・第二小学校と再度統合された。統合における新設校は、八幡市立くすのき小学校と名付けられ、旧八幡第二小学校の高地に新設された。2011年1月現在校舎等は現存するが、今後の活用方法は未定である。統合における新設校の名称については、市民や児童から募集し、くすのき小学校、 男山楠木小学校、若竹小学校の3案に絞られた。2009年5月11日の教育委員会にて、3案から楠木小学校に決定し、2009年6月26日の市議会本会議において可決された。出展元2010年3月25日付、京都新聞出展元広報八幡195号出展。 八幡市教育委員会広報誌、楠木のき第43号出典、楠木。ありがとうございます。